今日もスクープが届いています。いらっしゃいませ。ようこそ、芸能スクープ事務所へ。ミルです。霊夢です。マリサだぜ。よろしくお願いします。今日のスクープは、浜田雅功ヤバいでございます。浜田雅功さんといえば、お笑いコンビダウンタウンのツッコミ担当よね。日本でテレビを見たことがある人なら名前を知ってる、というくらい有名な人だわ。いろんな番組で司会をやっている超売れっ子だぜ。そんな浜田さんの何がヤバいって言うんだ？今回は浜田さんのプロフィールも一緒に紹介していくことにします。では、早速見ていきましょう。ゆっくりしていってね。今では知らない人はいないと言っても過言ではない浜田雅功さんですが、本名が浜田雅功さんということは意外と知られていませんね。読み方は同じだけど、本名は浜の字が難しいのね。1963年5月11日に大阪府大阪市浪速区で生まれました。今年還暦を迎えるんだな。活躍している期間を考えると、随分若く感じるぜ。幼稚園に上がる頃に兵庫県尼崎市に移り住んだ浜田さんの小中学校時代の同級生が、後にコンビを組むことになる松本人志さんでした。大阪から引っ越さなかったとしたら、ダウンタウンはなかったということ？それでも浜田さんはお笑い芸人になっていたかもしれないけど、松本さん意外とコンビを組む姿は想像できないわね。そこだけ聞くと小学生時代からの親友だったように聞こえるが、確か小学生の間はあんまり交流がなかったんだったか？そうですね。松本さんによれば、まるでモンゴルからの留学生のような格好をしていた浜田さんとの距離を縮めることができなかったとのことです。小学生時代は一度も同じクラスになったことがないのも原因の一つでしょう。6年間で一度も同じクラスになったことがない同級生。この動画を見てくれている人にも覚えがあるんじゃないかしら？交流が少なかったとはいえ同じ小学校で勉強した仲間です。中学2年生になって初めて、同じクラスになってからは意気投合したのか、一緒に遊ぶようになったんだとか。コンビ名がダウンタウンになるかはともかく、この頃にお笑いの道に進むことが決まったりしたのかもしれないな。松本さんには浜田さんと遊ぶようになる前、小学生の時に一緒に漫才やコントに挑戦した伊藤さんという友人がおり、3人でよく遊んでいたようです。トリオにはならなかったのね。ある日、浜田さんと伊藤さんが喧嘩をしてしまいます。喧嘩が終わった後に浜田さんが、マッツー、もう行こうや。と松本さんに声をかけました。松本さんはこの時に浜田さんについて行ったのがダウンタウン結成のきっかけでと語っていますね。喧嘩をしていなかったら、松本さんが一緒に来てくれなかったら、今の浜田さんはなかったということか。人の歴史にはいろんな分岐点があるな。そもそもなんで喧嘩をしちゃったの？2003年12月27日に開催された放送室たかしちゃん生誕40周年祭りにて、浜田さんが伊藤さんの弟をよくいじっており、伊藤さんも最初は笑っていたもののだんだん兄として腹が立ってきた、と伊藤さんが喧嘩の理由を説明しています。どちらかというと浜田さんに原因がある喧嘩だったのか。その喧嘩を経て、同じ高校に行って卒業後にお笑いの道に進んだってことね。確かにお笑いの道に進む話は中学校の時にしたようですが、高校は別になっているので一度その話も白紙になっていますね。なんで別の高校にしちゃったのよ。そんなに学力に開きがあったの？松本さんらと友人の家に遊びに行ったところ留守だったため、浜田さんはドアをノコギリで破壊して中に入るという悪事を働いたことがあります。いや中に入っても留守は留守だろ。やってることがアキスと一緒じゃないか。もちろん許されてはいけない悪事ですね。この非行をきっかけに、浜田さんは担任の先生から三重県伊賀市にある全寮制でスパルタ教育を行う、日生学園高等学校への入学を勧められました。少年を直してこい、ってことね。兵庫県立尼崎工業高等学校に進む松本さんに、浜田さんは自身が進む学校のことを打ち明けられなかったのです。非行が原因で他県の学校に行くことになった、なんてちょっと言いにくいよな。未だに浜田さんの口から松本さんに説明が行われたことはないようですね。松本さんは、僕結局、直接あいつからその学校の名前聞いたことはないです。もう周りから完全に分かって、もう今や誰もが知ってる事実になってるけど、あいつの口からはまだ、僕は未だに一回も聞いたことはないんですよね。と語っています。言い出しにくかったのはわかるけど、高校生になっても連絡を取り合えば計画が白紙になるなんてことはなかったんじゃないの？1963年生まれだぞ。高校生になったのは1970年代後半からだ。今ほど簡単に連絡を取り合うなんてできないだろう。
高校の場所を打ち明けていないならなおさらな。少年たちが携帯電話でメールのやり取り、なんてことが活発に行われるようになったのはここ十数年のことですからね。3年も経つと中学生の頃の約束はすっかり立ち消えており、2人はそれぞれ就職活動を開始します。一旦社会人になってからお笑い芸人になったのね。松本さんは印刷会社への就職が内定していましたが、浜田さんは競艇選手の試験を受け学科試験は合格したものの面接で不合格になりました。競艇の選手って試験とか面接を経てなるものだったのか、あんまり考えたことがなかったぜ。その後浜田さんはたまたまもらったという NSC のチラシを見て、松本さんを誘い NSC の1期生として入学します。松本浜田ライト兄弟など複数の改名を経てダウンタウンに落ち着きました。最初からダウンタウンじゃなかったのは知らなかったわ。コンビを結成したのが1982年、5年後に始まった四時ですよだで関西人気を獲得。さらに翌年に夢で会えたらで東京に進出してブレイクします。矢継ぎ早に関西と関東で売れたんだな。お笑いを軸に活動する松本さんとは対照的に、浜田さんはマルチな才能を発揮するタイプの芸人でした。1990年以降は俳優としての活動も多数行っているほか、1995年には歌手デビューも果たしています。最近はさすがにあんまり俳優活動をしている姿は見ないわね。ドラマの撮影の時間を確保するのが難しいのかもしれないぜ。お笑い芸人としての浜田さんの活躍はわざわざここで説明するまでもないでしょう。何か芸人としての特徴があるなら教えてほしいわ。番組の収録時間が異常に短い、という特徴がありますね。代表的な冠番組ダウンタウンデラックスの収録は毎回70分ほどで終えるんだとか。それって短いの？収録時間は放送尺の2倍くらいになることが多いんだ。ダウンタウンデラックスだったら普通2時間くらいは収録するってことだな。50分も短縮するのはすごいわね。1時間番組の収録を45分で終えたこともあるなど、芸能界では浜田さんの収録時間の短さは有名なのですよ。CM なんかが入ることを考えても、番組の長さより短くなるのはさすがにやりすぎだぜ。松本さんを芸能界に引き込み、自身も第一線を走るお笑い芸人でありながらあまりお笑いに興味があるわけではないのか、M1 グランプリをはじめとした賞レースも見ていないんだとか、最近はレベルが下がったから見ない、とかじゃなくてそもそも興味がないってこと？相方の松本さんは審査員を務めているし、他の笑いを競う番組にもたくさん出ているのにね。私は発揮している才能がちょっと違うのもダウンタウンの魅力だと思うな。どっちが優れているとかそういう話じゃないぜ。ところで、浜田さんが今ヤバいっていうのはどういうことなのかしら？2023年2月、浜田さんが35歳年下のエステティシャンと、パパ活不倫をしていたと報じられたのです。パパ活って、若い女性がお金持ちのおじさんと性的関係を持つ代わりにお金をもらうってやつだよな。最近よく聞くわよね。女性は浜田さんと4度にわたって会い、2度目以降は体の関係も持ったと言います。浜田さんとの LINE のやり取りも公開されました。浜田さんは随分前に結婚しているはずだが、還暦を前にして若い女性に手を出したってことか。週刊誌によれば、浜田さんの好物であるフレンチクルーラーを買って持って行った際、こんなことしてもらったん初めてや、と泣き出したということもあったんだとか。フレンチクルーラーなんて150円くらいなんだから、浜田さんほどの大御所だったらいくらでも買えちゃうでしょ。そう思うとなんだか可愛いわ。女性との密会はもっぱら高級ホテルで、4回の不倫で女性が受け取ったお金は合計30万円、さらに高級ブランドの財布をプレゼントしてもらったことも明かしています。随分たくさんもらっているんだな。女性にとってはいいお小遣いになったと思うが、たったの4回で終わっているのが意外だぜ。女性は2019年4月を最後に浜田さんとは会っていないと明かしました。性行為の際、強い力で木首を詰められたり、首を押さえられたり、ヒニングを使わなくなるなど暴力的な扱いを受けたんだとか。お金を払ったりプレゼントをしたからといって、相手に痛い思いをさせるのはひどいと思うけど、そんなことをした割にあんまり大きな話題になっていないわね。まず一つ目の理由に、公開された LINE から感じ取れる浜田さんの人柄がとても優しかったことがあります。テレビでの浜田さんは芸能界の大物にも容赦なく手を挙げるような豪快さが売りですが、女性とのやり取りは本当に気のいいおじさんという印象が強かったということですね。そういえば日本の宝とも言えるあのイチロー選手の頭をひっぱたいてる動画を見たことがあるな。サディスティックな浜田さんにしかできない笑いだぜ。そんな浜田さんがフレンチクルーラー一つで泣き出したという情報を聞いて、
多くの人は先ほどの霊夢のように可愛いと感じるでしょう。フレンチクルーラーの件は可愛いと思ったけど、やってることは不倫でしょ。アンジャッシュの渡部さんはもうテレビでは見られないと思うくらいバッシングを受けたのに、どうして浜田さんはセーフなの？渡部さんが大バッシングを受けたのは、彼の稼ぎに対して女性に渡したお金が少額だったことや、多目的トイレで行為に及ぶような社会人としての常識の欠如が主な理由です。性欲を満たすためだけに女性を扱ったと言われても仕方ないよな。また、女性と会った回数も片手で数えられるほど少なく、現在までずるずると関係が続いていたわけでもありません。お金持ちがちょっと若い女性と遊んだくらいの認識で済んでいるってことか。もう4年も前に終わった関係であり、本人や奥様、吉本興業もこのパパ活不倫に対してノーコメントを貫いています。常に新しい情報を求める記者たちにとっても、追い続けるほどの価値があるスキャンダルではないのですよ。出せる情報も全部出した上で世間の反応がいまいちなら、記事にする意味はないってことね。さらに言えば、普段の浜田さんを知る業界関係者にとって、 LINE での浜田さんの言葉はあまりにも違和感が大きいものでした。このことから、女性の目当てはお金であり、週刊誌に売る情報を捏造したとも言われています。よくよく考えてみると、50年近く芸能活動している浜田さんが、女の人から好物のドーナツ一つ差し入れられたことがないというのも変な話だわ。芸能人の不倫というと、発覚しただけで干される可能性もある大きなスキャンダルですが、浜田さんは本当に奇跡的に全くダメージを受けることがなかったのですよ。ニュースとかでも全然聞かないよな。これ以上のネタも出てきませんし、そもそも大御所ゆえに触れにくいですよね。しかし、このネタに全く抵抗なく触れられる人物が一人だけ存在します。あ、わかったわ、松本さんじゃない？そうですね。日本テレビのダウンタウンのガキの使いやあらへんで、似て、浜田さんがミーアンと呼び慕っていた笑福亭笑瓶さんがこの世を去ったことを受けて、追悼コーナーが設けられました。笑瓶さんが亡くなったのも衝撃的なニュースだったぜ。兄と呼んでいた先輩の訃報を受け、追悼コーナーで涙を流すと思われた浜田さんですが、気丈なためかなかなか泣き出すことはなかったのです。悲しいのは間違いないのにね、立派な姿だと思うわ。それをすかさず浜田さんをいじったのが松本さんでした。泣けよ、フレンチクルーラー持ってこい、出してくれ、泣くかどうか。とスタッフに大声でリクエストして笑わせたのです。それは本当に松本さんにしかできない笑いだな。そもそもたった4回の交流で、その中にも捏造が混じってたんじゃね。面白いネタではあるけど、浜田さんにはノーダメージなのも理解できるわ。これで本日の紹介は終わりですが、いかがでしたか？パパ活不倫なんて言うととんでもない不祥事に聞こえるけど、芸能界的にはそんなに面白いネタでもなかったのがちょっと衝撃的だったわね。ダウンタウン浜田雅俊が不倫で干される方がゾッとしないぞ。大やけどにならなくてよかったと思うぜ。驚きのニュースが飛び出した浜田さんですが、そもそもそのニュースの信憑性さえ疑わしいことがわかりましたね。ああ、今後もお笑いしながら司会進行を務める浜田さんの姿を見ることができそうです。本日も閉店させていただきます。見るでした。